よく、えー、落語や芸人さんの自己紹介で顔と名前だけは覚えてくださいという始まりがあるかと思いますまあですが今回のこちらに関しては録音物になりますので、えー、私の顔は見えないかとは思うのですが、まあ、この顔というのはですねいろんな感情を表現するパーツの一つでもあります例えば嬉しい時そういった時は口もほころびますし もちろん目もしわくちゃでそしてて満面の笑みを浮かべているそんな表情を見ればあー今嬉しいんだなっていうのがわかるかと思いますそして困ってる時こういった時は眉毛がふにゃっと下がって口を毎日文字に結んでいて「うーん」と考えるようなしぐさをしてるかもしれませんそうしたら「大丈夫何か手伝うことある?」 とかいう風に声かけるかもしれませんねまあこのように表情というものはいろいろなサインを出しているわけなんですねそんな中でその表情をうまく読み取って、えー、相手を持ち上げるまあいわゆる政治よいしょですね、えー、こちらよいしょが上手い人っていうのはよあたり上手な人が多い印象がありますそれはプライベートのみにならず仕事においてもそうでして例えば まあショップ店員さんなんかはその最たるものですね。いらっしゃいませ。何かお困りですかあこちらのお洋服ですね。ああ、とてもよく似合ってますよ。ええ。お客様、スタイルもいいですし、足もスラッと長いので、とてもよくお似合いです。ああ、よければ、こちらのセーダーなんかもいかがですか色合いもばっちりですよ。今だけお買い得なんです。なんていうことがあるかもしれません。 まあただ本当に思ってんのかというふうにまあ私は思ってしまうわけなんですがまあただ思ったことをズバリ言ってしまうというのはなかなかうまいもんじゃありませんね。おいどうしてなんで新規きくせ教えしやがって。え着物が欲しいだと、はあ、そんなひらめみたいな顔をしてつんぐりむっくりの体型してうちの着物が欲しいだと。 バカ言ってんじゃねえよ要する行きやがれなんて言ってしまうと喧嘩にもなりますねまあ、このように政治というものはなかなか難しいものでございますご隠居ご隠居いるんだろう。ただのお酒飲みに来たぞいな,なんだいなんだい朝から変なこと言ってんのは ああ、やっぱりハっつぁんだそうだろうと思ったよなんだいそのただの酒ってのはああ昨日達公に聞いたんだご隠居のところにただの酒があるから好きなだけ飲んできていいってなあのねうちにはただの酒なんてものはありませんよ上方にね親戚がいてそこから毎年届くんだただじゃなくてなだの酒 なんだなだか。でもよ、ただもなだも似たようなもんだろ。飲めるんならおんなじだ。飲ませろ、しみったるめ。まったく、お前さんくらい礼儀を知らないやつはいやしないよ。いきなり飛び込んできて、ただ酒飲ませろなんて。いいかい。人様からお酒の一杯もご馳走になろうと思ったら、嘘でも世辞の一言も使わなくちゃだめだ。なんだい え、そのステジってのはつまり私を褒めるんだななんだ褒めりゃいいのかなら簡単だよいくぞよっ日本一のしみったり側のご隠居酒飲ませろいどうです嬉しかったでしょう本当にお前さんってやつはまっわかりやすく言うとだよ例えばね 往来で誰か商売やってる人に出会ったとするだろう。その時はこんな具合に言ってごらん。しばらくお目にかかりませんが、どちらかへお出かけでございましたか。先方が商用でもって南の方へと行ったら、通りでお顔の色が黒くなりましたと、こう思ってくんだ。色が黒いって言われて嬉しいかね。まあ商人というものは炎天か、 お得意様を回って歩くからそれだけ日焼けをするあつまり色が黒いということはそれだけ働いたということ商いが繁盛しているということだなでもよ色が黒いってのはあんまりいいもんじゃないよなそこがミソなんだよこのあとちょいと一工夫するんだよしかしご安心遊ばせあなた謎はもともとが色白 故郷の水でお笑いになれば元通り白くなります。そうやって商いにご熱心ですと旦那の信用も熱くなる。まことにおめでとう存じますと。こう言えば向こうだっていい心持ちだ。どうだい久しぶりに一杯ってことになるだろう。はあ。なりますかねなるよ。もしならなかったら責任持って。 ご隠居さんがおごってくれますかおごりゃしないよ。まあもしうまくいかなかったら奥の手を出すんだ。奥の手失礼でございますがあなたの歳はおいくつで。仮に四十五と言ったら「ほう四十五とは若く見える。どう見ても百そこそこ」とこう言うんだ。百そこそこ えー、100歳ってえと嬉しいもんですかね役じゃないよ役だよ、えー、つまり約そこそこってのは四十二歳のことだな四十五と聞いて四十二と返す、えー、つまり3つ若く言うわけだこう言われりゃいい心持ちだろう一杯おごろうって気になるじゃないかなるほど3つ若くねでもさごイントさんもし向こうで 50って言ったらどうします、うんそうだなその時は四十五六と言っとけばいいなるほどそれじゃあ六十は五十五六七十は六十五六八十は七十五六だじゃあ百はあのね0百歳の人が往来をひょこひょこと歩いてるわけないだろう。 そうですとな、ね、隣町のじいさんばあさんなら歩いててもおかしくねえと思うけどな。まあ何でもいい。その人の年より二つ三つ若く言うのがみそだな。なるほど。じゃあ子供だったらどうします子供の場合はね子供を褒めるような顔をしながらその親御さんを褒めるんだ。例えばこんな具合に。失礼でございますが。 このお子さんはあなたのお子さんでございますか。体操福々衆ございます。千年お亡くなりになったおじいさまに売り二つ、蝶明の層がございます。先段は双葉よりかんばしく、じゃは寸にしてその気を表すと申しますが、私もこういうお子さんに、あやかりたいあやかりたい。と、こう言えば、酒飲みならず、ご飯一緒にどうだってことになるだろう。 なるほどいいこと聞いちゃったよじゃ早速試してきますわなんだいもう帰っちゃうのかいええまた今度ただの酒もらいに来ますからねまだ行ってるよええありがてえありがてえ年の話ってのもたまには役に立つってんだなあっとどっかにちょうどいいやつ来ねえかなあ お、あっちから来るのは伊勢屋の番頭おーい番頭さんよーどうした町内の色男おいおい向こうの方がうまいやこれだと俺がおごる羽目になっちまうあどうもしばらくお目にかかりませんでしたがどちらかへお出かけで <laughs> よせよ昨日お家で会ったじゃないか ああ、そうか昨日会っちまったっけえじゃあ昨日会うまではしばらく何を言ってんだよだからさ番頭さんどっか仕事でもって行ってたようなところはありませんかおそういやこの間半月ほど仕事で土佐の方へ行きましたよ土佐あ南ですかあ通りでお顔の色が黒くなりましたね おいおい嫌なこと言うなよ気にしてんだよだけど心配いりませんよ番頭さんはもともとが真っ黒なんだから故郷の水で洗ったら黒光りがしてツヤツヤだどうだい嬉しいでしょ一杯飲まずろいなんだよそりゃああ嬉しくないよえ嬉しくないはあこりゃ一筋なじゃいかねえなこんちし そうだ奥の手、奥の手失礼ですが、番頭さん。あなた、歳はいくつでなんだ、いきなり。往来の真ん中で歳の話かえ恥ずかしながら、四十だよ。四十四十とはお若く見える。どう見ても約そこそこって、四十なんだよ、具合が悪いね。 えーっと番頭さんえちょっと四十五になってもらえませんか何言ってんだい私は四十だよいや何も本当に四十五になれって言ってるわけじゃねえんで四十五だって言ってもらうだけでいいんでさ決して後悔はさせませんからねちゃんと喜ばせてあげますからなんだよそれはおいおいやけに真剣な目で見てくるね わかったよ。言うよ。言うだけだからね。うん、私は四十五だよ。おっ四十五とは若く見えるだから若いんだよ。どう見ても役そこそこで酒飲まずろい二つ余計だバカ野郎あーっち <laughs> ああ怒っていっちゃったよ。しょうがね。え。大人はやめだ。 そうだたけのやろんちで赤ん坊が生まれたんだっけこっちは長屋の付き合いとかなんとかで50銭取ろ取られちまってんだ。タケんところ行って子供を褒めて酒飲もっとおーいたけたけなんだなんだうちの前で大声出すんじゃねえよなんだ8か赤ん坊が寝てるんだもうちょっと静かにしてくれおう そアカンボの面を見に来てやったぜ。ああ、そうか。ありがとうよ。さっきから長屋の連中が来てな、散々ぱら褒めてってくれた。ま、おめえもちょいと見てくんね。おう、見せてもらうぜ。えー、それで、そのアカンボはどこにいるんだあっちの奥で寝てら。ああ、おいおい、足元気をつけてくれよ。わかってるよ。 ええ、抜き足、差しし足、しび足あっい,いたいたこいつはでけえなでかでかすぎそうなんだみんなも驚いてたよこんな大きな赤ん坊を見るのは初めてだってそりゃ驚くだろうなにしても血筋は争えねえもんだなこの頭のハゲ具合といい シワの寄り具合といいああ,あ,あもうボロボロでどう見てもおめえのじいさんそっくりだあのなそれはじいさんが昼寝してんだよなんだじいさんかそうだよなメガネかけてるからおかしいと思ったんだよじゃあ赤ん坊はじいさんのそばで布団にくるまって寝てるだろうああ、いたいた <laughs> これはまた小さいね <laughs> 育つかな変なこと言うんじゃねえよ親の責任だ今のうちに締め殺せおいなんてこと言えやがんで、ね、でもよこんなんでもちゃんと手がある <laughs> 指も五本揃ってやがる当たり前じゃねえかよおどうちまちたかおおじちゃんの指をぎゅっと握って <laughs> 赤ん坊の手なんざ可愛いもんじゃねえかおお、ありがとうよ今のは嬉しかったあそうだろう。可愛い手だろう。可愛いねこの可愛い手をして俺から五十銭踏んだくったんだからねおいドロブやめろよ返すよ返さなくたっていいや。それにしてもお人形さんみたいだな おお、これはまた嬉しいこと言ってくれじゃねえかそうだろ、う。人形みたいに可愛いだろ可愛い,いねこうやって腹を押すとキュッキュッて泣きやがるよせよ、信じまうよ死にやしないよさて、そろそろ仕事に取り掛かるか <coughs> さて、たけさん なんだよ、気味悪いな。失礼ですがこのお子さんはあなたのお子さんですか？うん、変なこと聞くじゃねえか。俺の子だよ。体操ふてぶてし。あ、そうじゃなかったな。えっ、ー、と体操ふふふふくふくふふふふ袋。あ、やっぱ違うな。ふ 袋、袋、あ、観忍袋、巾着袋、お袋一体何が言ってんだお前は、それは夫婦 M の秘訣だろうあいや、このお顔が体操服、福くしい <laughs> よく見ると、このおでこがガバッと広いところ、眉毛がふにゃっと下がってるところなんざ、お前そっくりだね 口がでかいところ上から一気にピチャッとつぶしたような鼻なんざおかみさんそっくりだそれを言わねえでくれよ気にしてんだ妙なところばっかにいるんだよ千年お亡くなりになったじいさんにうり二つでおいバカ言うなよじいさんはそこで寝てるだろうあ,あそっかじゃあお亡くなりになったおばあさまの方に似てばあさんはな 表へ買い物行ってんだよ。何 <laughs> でやりづれえね。どっちか締め殺せ。何言ってんだ。こんちくしょう。ねえ、ねえ、ねえ。怒らず、最後まで聞いてくれ。ええー、と、おじいさんに似て、あ、長兵衛でございます。船団の石段は高すぎる。じゃあ、じゃわアスマトラは南方よ。私もこのようなお子さんに、かや釣りたい、首釣りたい。 さっぱりわからないだよな、俺にもよくわからないんだがねでもどうだい、嬉しいだろう酒おごる気になったか本当におめえは何がしたいんだよ嬉しかないのにおごるわけないだろうあれ、おかしいなあ、そっかガキに向けて言えばいいのか <laughs> しばらくお目にかかりませんでしたがね どちらの方へおいでになりまちたか。かえ。下の方へ後追りでお顔の色が赤いね。お前さ一杯飲んだのかい。赤ん坊に酒なんか飲ませるかよ。開けから赤ん坊ってえの。大きいから赤ん坊うん。じゃあ黄色キャラ草、乱暴太けな丸太ん坊だ。何言ってんだ。変なことばっかり言うんだったら消えてくれ。まあ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 。時にたけさん。 このお子さんはおいくつですか生まれたばかりだよ生まれたばかりとはおいくつ今日で7日目だおおしょ7日かお父やってんだよへえお父やそれはまたお若く見える何言ってやがる生まれたばっかりだなまだ数えで一つなんだよおお一つそれは若いなじゃあいくつに見えんだよ どう見たってただだ